こんばんは、パーソナリティの小林美明です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。ちょっと聞いてみたいことがあるんですけど。何ですか？少しミーハーも入ってるかもしれないんですが、はい、青年局に入ってらっしゃいますよね。入ってます。その中のお話とか。平野さんもやっぱり進次郎さん好きなんですか？お、興味があります。あ、興味がある。はい。なぜなら、なぜなら分かりやすく、はい、スパッと話をされるところがやっぱりちょっとなんか惹かれるものがありますね。本当になんか一言でスパッと分かりやすいですよね。分かりやすいんですよね、うん、でいけないことはいけない、ええ、いいことはいい、ええ、で間違っていたらすみません、ここ謝ることができる店員さんも、はい、やっぱちょっと数少ない。確かにそうかもしれないですね。じゃないかなと思って、はい、その辺の精悍さが、ええ、うん、やっぱり人気の秘訣でもあるのかなっていうふうには思いますけど。そうですね。どうですか、身近にご覧になっていて。なんですかね、爽やかですよやっぱり。で結構もしかしたら硬いっていうイメージがあるかもしれないですけど、ええ、かなり冗談も2人で喋ったりとかして面白いんですよ。おお、もうプライベートの話もされてますね。毎週必ずお昼ご飯一緒に青年局で食べるんですけど、ええ、人が少ない時あるとですね、本当に2人で喋ったりとかするん で、はい、うん、で向こうの方がね、議員としても先輩ですし、年齢も2つ先輩なんで、お兄さんみたいな感じで、おいしく最近どうとかって言われて、あ、大変ですみたいなこと言うと、いろいろアドバイスしてくれたりとか。プライベートではどんな話をされるんですか？野球やってたんですよね、新次郎さんも。なんで、ね、キャッチボールしたいねみたいな話とか、地元でどんな話してるとか、こんな活動してるみたいな話を言ってます。そっちですね。そっちです、はい、恋バナとかはないですか？恋バナないですね。二人で難しいねなんて言ってますけど。だから新次郎さんが行くまで待ってますとかって言ってるんですけどね。あ、お互いにね。お互いに牽制し合ってます。そうですか、はい、理想の女性はとか。あー、聞いたことないですね。今度聞いてみてください。わかりました。じゃあ聞いてご報告します。皆さんも聞きたいでしょうから。そうですね、はい、じゃあ今日のお題は何にしましょう。何にしましょうかね。じゃあ理想の男性女性は皆さんの。ちなみに小林さんは。自立している人。あ、そうですか、はい、でも身の回りにたくさんいらっしゃいそうですね。あ、そうですね。今日のゲストなんかも、うん、あ、立候補してください。じゃあ人妻です。あ、そうか。同級生ですけど。じゃあ独身女性我こそはという方はぜひ募集中だそうです。募集中でございます。さあ、それではメールアドレスです。レバンアットマーク FM777.co.jp、 ファックスナンバーは 084-920-8765、 レディオビンゴ小林文明のあなたの出番ですまでお願いします。レディオビンゴのホームページから Facebook への投稿もお願いします。この番組は興和物産金曽22の提供でお送りします。サロンでトーク、今夜はアバンギャルドクリエーション有限会社代表取締役藤原瑠衣さんをお迎えしています。藤原さん、出番です。はい、こんばんは。藤原さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。改めてなんか藤原さんこんばんはっていうのは恥ずかしいんですけど。なんかね、藤原さん同級生で。そうなんです、ね、高校卒業後商工会議所の青年部ですね、 YG で、偶然また一緒になって、はい、私の方が、まあ、後輩で入ったんですけど最初分からなくて。そうですね、うん、合ってるんじゃないかなと思いながら、うんうんうん、警戒しながら声をかけたら合ってた。そうですね、いうことなんですけど、高校時代覚えてます？はい、もう小林さんはもう真面目っていう、もうそのカラーしかなかったですね。はい、もう話しかけにくい。にくい。モテたんじゃないですか？そうですね、やっぱり女性の憧れの的でしたね。全然そんなことなかったし。今だからそうやって言ってくれてないけど。いやいや、本当に、うん、素敵な知的な今も変わらず。はい、まあ、そういう藤原さんも、ね、アイドルでしたから。今でも商工会議所青年部、ね、もう大変ですよね。いえいえ、そんなことないです。まあ、本当に美しい方です。ぜひ、ありがとうございます。まあ、そんな藤原さんですけど、はい、アバンギャルドクリエーション、はい、この会社を今経営してるんですよね。そうなんですよ、ね、高校時代全然、はい、そういう仕事を実感されてるとも知らなかったんですけど。ああ、そうですね。これどんな会社なんですか？もうアバンギャルドクリエーションはエステティックサロンの会社になります。はい、はい、もうかれこれ26年母が
立ち上げてから経つんですが、4年前ぐらいから私の方が代を代わって経営するようになりましたね。26年って結構歴史ありますね。そうなんですけど、まだまだ知られてないので、はい、ちょっと私がアバンギャルドの顔になってやっていけたらなと思ってるんですけどね。じゃあ、はい、今日はビシビシ PR していただいて。そうですね、はい、特徴って何かあるんですか、アバンギャルドだからこそ。そうですね、アバンギャルドクリエーションっていう意味が前衛的なという意味で、固定概念をなくすっていう意味があるんですけれども、エステでもいろんな、綺麗になりたいって言っても本当いろんな方がいらっしゃって、内面が綺麗になりたいという方もいれば、当然外面を綺麗にしたいという方もいらっしゃるので、そういった総合的なトータルビューティーを提供しております。へー、はい、なんかエステっていうと大体、ね、肌が綺麗になりますとか、少しこう痩せるというか、そうです ね、はい、筋肉、あれが贅肉が落ちますよとか思うんですけど、中身。そうなんですよ、やはりいろんなお客様と関わってる中で、外が綺麗になってもやっぱこうストレスとか内面にこう不満を抱えてる方が本当多くいらっしゃって、やっぱり脳と体も一体じゃないかというところで、内面美容と外面美容を取り入れた、カウンセリングでしたりとか、マッサージというものも心がけてやっております。はい、内面美容ですね。はい、中身が美しい女性ってなんか素敵じゃないですか。確かにね、それ重要ですね。はい、中まで美しくなれちゃうというところですけど、それ以外にもなんか自分でできるように教えてくれるの。はい、そうなんですよ、私のスタッフはアロマの資格を持ってたりですとか、セルフリンパとか の講師もしております。はい、なので家でも簡単にエステを身近に感じていただけたらなと思って、マッサージの方も随時講座とかも行ってます。へえ、はい、それはそのエステサロンに行くと講座を受けられる。そうですね、あとはいろんなところで依頼があれば、はい、講師が行ってそこでレクチャーをするような内容も取り揃えてます。あ、じゃあ出張で行って、はい、行きます。へえ、はい、それは何ですか、マッサージもするし、アロマも同時に。そうです、そうです、はい、両方、五感ですね。はい、なるほど、やっぱり鼻で感じるのも大事なんです。そうですね、で今多分すごいめちゃくちゃ詰まってますけどいいかなと思う。聞くんですか、花粉症にも。聞きます、聞きます、ちょっと私があんまりアロマのことはそこまで詳しくないんですけど、ぜひいらしてください営業されてます、ね、はい、そういう意味では結構スタッフさんがそれぞれスペシャリティを持ってやってるってことですね。はい、もう個々に自分の技術も向上しながらやってますね。はい、講師はどうやって育ってらっしゃる。そうですね、講師はうちのホリスティックブレイン学院っていう学院を立ち上げてまして、はい、そこで例えば民間ではあるんですけど資格を取っていただいて、でそこで独立される方もいらっしゃれば、その資格を持って違うところにこう仕事で働くっていう方もいらっしゃったりするので、はい、そういったところで本当に講師になりたいという方はまた別なルートで一時資格をまたさらに上の方であるんですけれども、はい、そこで資格を取っていただくようになってます。あ、じゃあスタッフさんを育ってるだけじゃなくて、そうなんです、普通に一般の方がそこでつなげるという。はい、へえ、結構そういうのも知ってない方がたくさんいらっしゃるので、はい、結構福山からも遠方に習いに行ったりっていう方も多くいるので、はい、ちょっとより多くの方に知っていただきたいなとは思いますね。そうですね、知らなかったです。場所ってどこにあるんですか。場所は久松台になるんですけれども、はい、本当住宅街の中になるんですが、伊予高校のグラウンドの目の前に位置してます。はい、そこにサロンもあるし、はい、スクールもある。はい、なんか特徴的な建物だったりするんですか。そうですね、レンガ調の建物になってるの、ちょっともう何年も経ってるので、はい、外観とかはちょっとあれなんですけれども、目立つと思います。はい、
さっきあの紹介の書類見たんですけど、はい、エステティックサロン、はい、でホリスティックブレイン学院、はい、これがさっきの学校ですよね。そうですね。全道研究所ってなったんですけど、はい、これ何なんですか。これはですね、あの主にカウンセリングをしてまして、はい、カウンセリングといいましても、今もうこのご時世ストレス社会って言われてまして、いろんな方がもう些細なことでも悩んでて、でそこからこう病気に発展していく方も多くいらっしゃる中で、あのカウンセリングをさせてもらって、あの、まあ、例えば薬を服用されてる方であれば、ちょっとでもそれをこう薬に頼らずに自己メンタル強化で、あの改善できたらっていう、まあ、その主にはカウンセリングですね、はい、そういう心理的な面も見てるんで。そうですね、今多いですね、はい、悩まれてる方は。そうですね、そんな風に内面的、また外面的に美しく、また健康にという、そんなモットーを持ってされているわけなんですけれども、そんな藤原さんのリクエスト曲、ここでおかけしたいと思います、はい、今夜はアバンギャルドクリエーション有限会社代表取締役藤原瑠衣さんをお迎えしています。藤原さん、後半はもうちょっと詳しくお伺いしていきたいんですけども、はい、藤原さんのモットーとか大切にすることって何かありますか。はい、そうですね、ありきたりなんですけど、一期一会ですね、はい、まあ、前職もそうなんですけれども、今の職業も本当にいろんなお客様と携わらせていただくことができるので、本当にもうこう年齢が若い方や、お年を召してる方にしてもそうなんですけど、いろんな情報をいただけたりとか、ええ、やはり仕事に直接関係ないことでも、プライベートでも本当にためになることばかりなので、はい、一期一会かなと思って、それをモットーにしてます。はい、まあ、大切ですよね。そうですね、はい、やっぱりいろんなことも学べますし、うん、そうなんですよ、はい、それに加えてなんかこう、まあ、実際には施術を多分藤原さんがされてるわけですよね、はい、それで、はい、その中でこう大切にしようと。そうですね、結構ここうちでのエステはハンドをメインとしてやってるんですよ、はい、機械も当然使ってはいくんですけど、ま、例えばフェイシャルで一番短い時間だと1時間弱なんですが、もうその時だけはもうお客様のことだけを考えてやるっていうのを大切にしてます。なので本当に気持ちよくなってくださいっていうのがこの手からやっぱり伝わると思うので、はい、それをもう一生懸命こう伝えようと思って、はい、エネルギーを送ろうと思ってやってます。1時間エネルギーを、はい、なんでめちゃくちゃあとは疲れますぐったりするでしょうね。はい、すごいですね。どうなんですか、アバンギャルドだから、はい、この施術はいいのよみたいな。そうですね、まあ、いろんなサロンによってマッサージって違うと思うんですけど、まあ、私アバンギャルドでしてるマッサージっていうのは、いろんなものをいろんな世界のマッサージを組み入れたものになるんですよ。東洋西洋、はい、例えばタイにしても韓国にしても、はい、いろんなものをミックスさせたものなので、1回で効果ありの、本当にもうこれを体験していただけたらもうよそにはいけないんじゃないかっていうぐらい言っちゃいましたね。言っちゃいましたね、はい、でもそれぐらい自信のあるマッサージなので、はい、本当に皆さん気持ちよくなっていただけますし、リフトアップとかも1時間のマッサージで本当に変化ができるものなので、はい、ぜひお試しありです。実際にお客さんからはなんかこんな声いただいてます。そうですね、自分のどちらかというとこういろんな形で雑誌とかに出してるわけじゃなくて、口コミのおかげさまで口コミのお客様が多くいらっしゃるんですけど、まあ、一体でリフトアップできるので、もうそれを結構皆様期待してこられる方が多くいらっしゃるので、はい、そういう意味ではいろんな声を聞きますけど、どちらかというと食事の方も、はい、リクエストが最近多くて、はい、食事、はい、そうですね、まあ、今も食も大切な時代になってると思うんですけど、はい、例えば体にちょっと食事ないのとか、はい、まあ、そういったアドバイスも求められることもあるので、はい、はい、
私も常々勉強してますけど。へえ、はい、じゃあ例えばこうちょっと痩せたいわとかって言って、はい、エステ行って、はい、その後食事の相談まで乗ってくれる。そうですね、はい、でもそこまで詳しくないので、私も本当にお客様に言われたらその都度こう勉強して、あのその方に合った食事療法もあの考えて勉強はしてるんですけど、はい、まあ、料理が好きなので、はい、そういった意味では、はい、あのもう本当にこう自分も楽しくなれるので、はい、まあ、主婦として子育ても ね、 そうですね、やってますもんね。はい、頑張ってます。今お子さん2人でしょ。そうなんですよ、2人で、ね、大変ですよね。だから共働きで。そうですね、はい、戦争です、帰ってから聞いてる主婦の方はよくわかるんでしょうね、はい、お気持ちがね。なんか手作りのお菓子が、そうなんです、最近好評だって言って、さっき言ってました、まあ、好評っていうのは自分で言ってるだけなんですけどまあ確かにそれはね、相手の相手あってですから。はい、あのもう本当に今忙しい忙しいとは言ってるんですけど、かえってあの子供とクッキーを作ったりとか、そういったことが、まあ、あの自分の中でのリラクゼーションの一つかなと思ってるんですけど、はい、あのやはりあのエステのお客様に最後お飲み物をお出しするんですが、その時にこう買ってきたものよりもこう手作りのものの方がやっぱり喜ばれるかなっていうのもそうですし、やっぱりあのダイエットされてる方であれば、あの甘いものっていうのはちょっと食べれなかったりするので、まあ、糖分を抑えたあのものスイーツをこうお出しすると、それだけでもリラックスできると思うので、まあ、そういったものも心がけてやってますね。その前にはみんなスタッフに食べさせて、ちょっと美味しい食べさせて、ちょっと食べて味見、そうですね、毒味じゃなくて味見、ね、そうなんか、まあ、まずいとは言えないでしょうけどねオーラーが作ったんだからありますね。でもさっきからこうリラックスみたいな話がありましたけど、はい、今日4月1日でまさに新年度なわけですよ。はい、はい、そうです ね、多分いろんな会社で入社式とかあって、新入社員の方々もまあ緊張感あると、はい、私も思い出すとあるんだろうなと思うんですけど、はい、そういうなんかこうフレッシャーズの人たちになんかこうそういうアドバイスがあるな、はい、そうですね、今もう本当に就職なんて言われてたりとか、まあ、エステを通してなんですけれども、あの来られてるお子様とかが夢がないって、よく私の子供はもう夢がないんだとかっていうことをよく聞くんですけれども、でもやっぱりあの自分のやりたいことをこうやれるのが一番いいかなと思うので、でもやっぱりね、こう いろいろこう今のご時世ですので、なかなか難しい部分もあると思うんですけど、明るい未来を作っていくには、はい、本当に自分のやりたいことを曲げずにやってもらうことが一番かなと、私がそういう、感じで来てたので、はいはい、やっぱり自分に合うものを見つけていただきたいなと思います、はい、頑張ってほしいですよね。そうですね、でもその中で私もそうだったんですけど、やっぱり、ね、はい、頑張っても辛くなる時ってやっぱあるじゃないですか、うん、そうですね、だそういう時にこうストレスやっぱり感じるんですけど、なんかいい解消法ってありますか。そうですね、まあ、私のことで言えば、あのパンをこねてる時がストレス発散なので、はい、この野郎みたいな、そうですね、もうはぁみたいな感じでやったりするので、はい、まあ、それぞれストレス解消法っていうのは違うと思うんですけども、やっぱりあのエステの流れで言うわけじゃないんですが、やっぱりあの香りっていうのは本当に直結、鼻から脳に一番に行きやすいところなので、はい、本当に香りをあのもっともっと身近に感じていただけたら、ストレスって解消できるんじゃないかなと思うんですよね。で、今のこあの匂いを感じるなお客あの人もいたりするので、はい、アロマそういう意味では、はい、いいかなと思います。はい、わかりました。じゃあぜひフレッシャーズの皆さんはアロマをちょっと試してみて。そうですね、ぜひ、はい、わかりました。最後に将来のビジョンを、はい、はい、夢がないという話がありましたけど、そうですね、はい、藤原さんの夢を聞かせてください。はい、エステ の、 あのトリートメントだけではなくて、本当にもっともっとあの美から美を通して、食事もそうですし、もう本当に本当にこのアバンギャルドに来たら全部が変われるんだっていうものを提供したいなと思うんですよ。はい、なので食事もそうですし、外面内面も本当に自分にとって美しいとか、あの満足できる女性、まあ、男性もそうなんですけど、そういった方とかにこう、はい、
そういった感じです。困って叩くのやめてください。男性怒れるんですよね。そうです、そうです、男性怒れるんですね。はい、わかりました。じゃあいろいろ教えていただきましたけども、はいはい、ぜひあの皆さんにも知っていただいて、はい、内面から美しくなっていただきたいというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあ藤原さん、子育てもお忙しい中で、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今夜のゲストはアバンギャルドクリエーション有限会社代表取締役藤原瑠衣さんでした。小林美明のあなたの出番です。同級生ってありがたいですね。すいません、なんかバシッとかね、バシッと恥ずかしいこと言わせないでよみたいな感じになっちゃってましたけど、いやー本当にいいですよね。ありがとうございます。お友達って宝物ですよね。宝物ですね、はい、で会社にとっての宝物は新入社員かと思いますけれども、ぜひ今日はね、いろんなところで入社式が、そうですね、先輩として何か一言、ね、いや多分最初の1年2年っていうのは多分辛いこともたくさんあると思うんですけど、急に開ける瞬間がやってくるんで、それを信じてやっていただきたいっていうのが一つと、はい、もう一つは分かんなかったらすぐ先輩とか上司に聞きましょうということだと思うんです。溜め込んじゃうと辛くなっちゃいますから、でパッと聞くとですね、パッと教えてもらえて、それで人間関係できていくんで、やっぱどんどん周りを頼ってほしいなというふうに思いますけどね。新入社員だからこそできることですね。いや本当そうだと思います。頼って聞いて、はい、で自分なんかどうなんだろうって思う瞬間あるんですけど、はい、やっぱり会社として宝だと思ったから採用されてるわけで、自信持って頑張ってほしいと思います、はい、フレッシャーズの皆さんを応援しています。はい、はい、それでは今夜もお相手は小林美明と、アシスタントは平野恵子でした。それでは来週またこの時間にお会いしましょう。この番組は興和物産、カネソ22の提供でお送りしました。